週はホストプロですので、まあいいスコアで回れたら嬉しいですし、まあベストを尽くして頑張っていきたいと思います。PGAツアーの、まあ、トップ選手ということで、結構楽しみな気持ちもたくさんなんですけど、まあ自分のゴルフに専念して頑張っていきたいと思います。はい、今週も頑張ります。はい、チャンピオンシップ優勝を目指して頑張りたいと思います。コースも雰囲気も PGA ツアーになっていると思うので、ゴルフファンの方も楽しめる1週間だと思います。ミンユー・リー選手はナショナルチームの時に一緒にプレーしたこともありますし、テイラー・モンゴメリー選手も素晴らしい選手なんですけど、負けないように頑張ります。はい、ZOZO チャンピオンシップ優勝を目指して頑張ります。3年の連続で推薦もいただけるので、今年はまあ昨年ちょっと悔しい思いしたので、まあ、それが晴らせるように頑張りたいと思います。頑張ります。今日目標とりあえず頂上試合が出ることができて嬉しいです。あととりあえず自分が頑張ることができればいいかなと思って、とりあえず最後まで頑張ります。ゴルフ場来る前までは楽しいかなと思ったんですけど、やっぱり来たらいろん なんか有名な選手とかみんないるじゃないですか。だから有名な選手見ると楽しいけど、やっぱり緊張感も上がるし、とりあえず久しぶりに PGA 試合出るから結構緊張感もあるけど、とりあえず楽しいようにプレイしたいんです、はい、とりあえず今週頑張ります。ファイティン。で、まあ、これ今回で3回目になる出場させてもらうんですけど、まあ、でも本当にこの試合を楽しみにしてきたので、また今週自分らしく頑張りたいなと思います。まあ少しかな。はいはい、頑張ります。そうですね、去年はなかなかいい感じでゴルフができなかったんで、まあ、今年こそは上位で戦えるように頑張っていきたいと思います。まあ、やっぱりみんなすごい球打ってるんで、まあ、結構見入っちゃうというか、見ちゃうところはありますね。はい、頑張ります。ありがとうございます。雰囲気は、やっぱ海外選手が多くて英語がすごい聞こえるので海外っぽいですね。少し聞き取れるようになったんですけれども、まあ、単語が全然分かってないんで、本当に簡単なことしか分かんないです。はい、去年とても悔しい思いをしたので、今年は今調子がいいので、このいい流れのまま優勝を目指して頑張ります。頑張ります。頑張ります。まあ学生の時から見てた試合だったんですけど、すごく待てたいなと思っていた試合なので、すごく、まあ、楽しみな気持ちでいっぱいなのと、まあ、少しでも上に行くことがすごく目標にありますね。そうですね、楽しみが大きいですかね。まあ、本当こう予選落ちっていうのもない、まあ、試合なので、まあ、本当伸び伸びやれる、緊張感よりもワクワクの方が勝ってるかなと思います。ZOZO チャンピオンシップ、頑張ります。そうですね、2回目の PGA ツアーなんですけど、まあ、すごい楽しみですし、上位でフィニッシュできたらなと思ってます。今日、髪の毛もスッキリして良かったです。そうですね、やっぱりこう見入っちゃうことはあります。頑張ります。はい、ありがとうございます。まず意気込み、はい、まあ、1年間でね、唯一 の PGA ツアーが国内で開催されるということで、選手たちもすごく気合い入ってますし、まあ、僕もまあ、ZOZO タウンさんはじめとする、まあ、スポンサーしていただいている佐藤翔一さんのまあ、推薦もあって今回は急遽出れることになったので、まあ、世界の選手のプレーを見て、まあ、自分で吸収できるとか吸収して、また自分の実力をどこまで発揮できるかということをしっかりと
把握して、まあ、今後のゴルフにもつなげていけたらと思ってます、はい、そうですね、やっぱりね、本当に世界の選手のプレーを間近でできるチャンスは本当にこの週しかないので、もう本当にチケットを、ね、購入された方はもう朝の練習から、日が沈むまで、本当に、ね、チケットの、ね、元を取るような気持ちで、ね、たくさん見ていただくと、本当に面白いと思うので、まあ、ぜひ国内の男子も見ていただきたいですが、まあ、今週は特に本当に男子ゴルフの迫力を感じれるトーナメントだと思いますので、ぜひ会場で、もう本当に練習場で、選手を見るのもよしだし、定点について、いろんな選手を見るのもいいですし、自分の推しのプロを、ついて回るのもいいですし、まあ、いろんな楽しみ方があると思いますので、また、ギャラリーブースにはいろんな、催し物もあると思いますので、本当に、ね、楽しめると思います。はい、ZOZO チャンピオンシップ優勝目指して頑張ります。